さあやってきました。本当に久しぶりな池ですね。でちょっと魚見えてるよ。ちょっと立ったら魚バレるんで。今日はこの池メインっていうか、もうこの周りあんまり池知らんから、この池をメインというか主にやっていこうかと。こういうで上の草を揺らしすぎないように入れる場所も考えて、要は薄いとこに入れるんじゃなくて、もうある程度濃いとこ、7グラムやし、ある程度濃いとこに入れて飼育するといいですよって話。最近ね、このロッドがすごい便利でね、 66MHST が便利でね、何がっちゅうと、まあ、まず最近流行りというか、まあ、この季節的にもすごいトレンドなコーヒージュワームもいけるし、まあ、カバ打ち操作系の釣りとかでもオープン投げるフリーリーグとか適切でもいいし、なんてやろな、プラグ以外での汎用性が高いというか、結構素直に曲がるロッドなんやけど、だからこそ投げやすいし、でベリーからバットでフッキングする的なロッドでパワーもあるしね。ソリッドティップ、固めのソリッドティップなんで、今はチャターベイトを巻いてますけど、まだちょっと今日はチャター強いな。まあけどこのチャター D ブレードっていうやつで、ハイピッチな動きなチャター、テールとかもいいかな、スイムジグとか。とりあえず様子見ていきますわ。鯉多い。なんかあいつ柄がすごいドイツ鯉みたいな柄してる、あのあれが鱗の柄がかっこいい。昔ね、鯉釣りにハマってましてね、ドイツ鯉が釣りたかったよね。強いな。ああ、忘れた。あれは釣りたい、普通に釣りたい魚のサイズ。いや大きくないんやけど、なんか釣りたいやつ、釣ってきたいやつ。あ、これ食うやろ。食わへんのかい。ボトムに置いたら食うやつやろ、これ。ほら。うわ。最悪。ね。ボトムに置いたら食うやつなんやった、あいつ。コバスが一回食って、中くらいのやつが食ったけど。ルイおるやん、みたいな。おい、丸見えやないかい、みたいな感じやな。スレイに飛ばすとちょっと強いんかな、アピールが。なんかそんな気するな。こう見た目では弱そうに見えるけど、結構強いんかもしれないな。これはね、グリパン最強。ちょっとフックちっちゃいけど、このフックの小ささがいいんちゃうかな、動きが。激反応、あのね、あの4ジャップバレてますわ。こっち見すぎ。
あいつオスかな、守ってんのか。ここになんかねパーって逃げるベイトがおるんよ。だからそいつ守ってんのか、ベッド探してんのか。食った。あい、落ちる落ちる落ちる。こいつ顎怪我してる。顎グリパン A かも。かなりルアーの反応違うね。まず 2way のあれとドロップショットミノーの反応が、アクションの違い、まあ、どっちがいい悪いとかじゃないけど、アクションの違いでその時の傾向でね。まあ、でも 2way の方が強いと思うから、水押しが、まあ、それで分けてもらって。お、いたいたいた。もしかしたらあの波紋、コバスを追い払う波紋やったかもしれない。ってことはあそこにもしかしたらベッドがあるかもしれんから、流れ遮れるし、あそこ上流からのちょっと下流れやけど、卵に砂かぶっちゃうから。うわ、出ました、飛んできた。なんであんなかからんねん。バリバリ元気元気。あ、バレた。けどこいつじゃなかったよな。うわ、すごいかっこいいなこの魚。よいしょ。もしもし。もしもし。パパ、ビデオにして。どうなる？ビデオにして。え？ビデオ。ビデオ、ちょっと待ってよ、ちょっと待って。はい。やったやん。ちょうど。OK、行くよ。はい。はい、チーズ。これ。頑張ってね。はい。え、何の電話？はい。いや、電話しようかなと思ったっけ。なるほどね。おお。なんかでかいのいた。釣れた直後。てか、なんで電話タイミング良すぎやろ。やらすやん。うわ。ワーム切れた。これやっちゃ食っちゃうか。オッケー、こっちや、こっちや。外れる方向に。オッケー。うわ、ちょっと怖いな、ランディング。どうしようか。よっしゃー、上がったー。上がると思わんかった。いや、信じてたけど。こいつフェーディングかな。はいはいはい、よかったです。はい、35。もうちょい、40はないけど細いよね。はい、いや釣れましたね。あの辺っていうか、うん、そうやね、まああの辺でね、結構さっきもギルバイトっていうかバスのバイトもあってね、あの枝付近で。けど風でこう糸が流されてきちゃって、
なかなか綺麗に弾けないっていうことで、綺麗に弾いてこづらいっていうことでね、なにこれ、何のライン弾いてきづらいということで、ちょっと提灯でもう一辺で置いてやってやったら食ったって感じだけど、ギリギリ外れるぐらいの枝を選ぶのも大事かなと。まあ今の枝はね、少し2本ぐらいまたいじゃっててちょっと危なかったけど、まあまあラインを信じてね、ドラグ出しながら差を曲げながらやったら上がったけど、あとまあ引っ張る方向、あれを無理にね引っ張るってよりかは、こう枝の方向に沿って、要はこうまたいでるやつをこうまたがしてくるんじゃなくて、こう抜けさせてきたらね外れるんで、まあルアー引っ掛けた時もそうやけど、何を外しにしてもそういう感じでやれば外れてくれるんで、いやーよかった。数はねそこそこ釣ってると思うんで、サイズよね、次はでかいの釣りたいな。釣れるかな今から。サイズ的に別途探しに来てんのかな、次のあれに別途守ってんのか探しに来てんのか、でもどうなんだろう、孵化してるやつを守りに来てたんか。いやでもそれにしてはうろうろしすぎやんな。まあ春の魚ね、不意にそういったね魚も釣っちゃう可能性もあるんで、特にこういう変化のないサライケとか、いや特にそういうことも多いんで、まあ釣ったらオスっぽいやつは釣ったらなるべくね、まあメスもそうやけど、あんまり写真撮るのはいいんやけど、釣ったらすぐ逃がすようにしてあげてください。普通のフィーリングフィッシュだったかもしれんけどね、ああいうのサイズ的に、今の季節のサイズ的には。もうちょい季節が進むとあんぐらいのサイズのやつもね別途守ってるんやけど、もうちょい先の魚かもしれんからね。タックル紹介しときますわ。ロッドが WSS の 61UL、 まあチューブラロッドやね。で、ルアーがドロップショップミノーのグリパンやね。まあこんぐらいちょっと曇ったりすると、まあまあでもグリパンはまあ入れといて損はないかな。グリパンでして、シンカー 0.3g。 まあでも今の釣り方ちょっとあんま関係ないかな。まあ他の魚はまあ泳がして釣らして釣ってるけど、まあ 0.3g。 ラインはフローリンテッドの4ポンド。やっぱ細くて強いって大事で、あとはすごいしなやかっていう、まあバランスがいいよね。逆に高比重ワームとかするとかになると FC スナイパー使うんですけど、あとカバ打ちとかでも FC スナイパーかな。太い番手じゃなくて太めのライン、もういいんじゃないかなこの池は。釣ったと思うけどね、数は。まあサイズはまあまあっていう感じやけど、数は釣ったと思うしな。よっしゃ移動やな。まあ時間的にも移動も遅いけどね、もう5時前、まあエイ釣りっていうかたくさん釣らせてもらいましたけど。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。